さあ始まりました、電動のチャンネルのお時間です。はい、ということで本日はですね、ちょっと短い動画にはなるんですけれども、デンドロパーク、この先のですねイベント出展情報ね、ということでね、はい、よろしくお願いいたします。普段だったら撮影の、ですね、しんごくんがいてくれるんですけども、今日はなんと一人で喋っているので、東京原宿店で今ずーっと独り言を言ってる状態なんですね。はい、まあでもね、最後までお付き合いください。イベント出展スケジュールになります。まずはじめに、9月のイベント出展情報になります。はい、9月はですね、まず9月2日、インストアイベント in ゴローズランドということで、ゴローズラックのゴローさんがですね、やっていますゴローズランド、まあ、ゴローズランドと呼ばれているらしいです。はい、ゴローズランドでですね、 T&T レプタイルズさん、ゴローズラックさん、そして、デンドロパーク、この3社でですね、なんとインストアイベントをさせていただきます。ゴローさんのですね、ラックですとかゴローズラック、ゴローズマット、そして、ゴローさんのですね、あの蛇の楽園とかもね、なんと実際に生で見れちゃうよと。愛知県のですね、清須市にですね、そのゴローズランドございますので、ぜひね、お近くの方は遊びに行っていただけたらなと思います。どうやらなんかいろいろとデンドロパークもスペシャルプライスで頑張るよみたいなお話みたいですね。さらに T&T レプタイルズの谷村さんもいらっしゃって、あのボールパイソンはものすごく熱いんじゃないかなと思います。ぜひね、お近くの方ご参加いただけたらと思います。そしてその翌日ですね、ブラックアウトベガ名古屋、こちらの方に出店させていただきます。なんかね、こうイベント2日名古屋が結構ね、愛知県がとても暑い、2日間になりそうなんで、ぜひね遊びに行っていただけたらと思います。その後ですね、9月の16、17日にですね、神戸レプタイルズワールドに出店いたしますね。神戸参謀ホールで行われます神戸レプタイルズワールド、出店もですね、もうだいぶ、まあ、何年連続かな、もうだいぶ長く出店させていただいてます。いつもお世話になっております。またね、そちらの方でもですね、注目な生態たちもたくさんいると思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。そしてその翌週ですね、名古屋レプタイルズワールド、こちらにも出展させていただきます。まあいいですね、9月結構イベント続きで結構忙しくなりそうですね。果たしてショータムは連れてってもらえるのかなっていう話ですね。今もつけました。はい、ということでね、すごく楽しみな日程になってます。その後ですね、なんと10月にもですね、様々なイベントを出展予定となっております。なんと10月もめちゃくちゃ熱い模様です。ぜひとも今後ともデンドロパークをお見逃しなく。